この問題は三相回路の、電力に関する問題です。このように、抵抗の三相負荷があります。これに三相電圧を加えたところ、ここの電力計が4時間で 2kWh の電力を消費したということになっています。抵抗ので消費される、三相電力は何キロワットでしょうかっていうのがこの問題になります。はい、それでは早速解いてみましょう。はい、まず電圧のベクトルを書きます。はい、これが E1、 これを基準ベクトルにしましょうね。はい、これを E2、 それからこれが E3 としましょう。問題で総順は1、2、3で与えてくれてますから、このようになります。そうすると、各抵抗を流れる電流、各層を流れる電流ですかね。これを I1。はい、これを I2。これを I3 としましょう。いいですね。このようにこうしましょう。そうすると、ここの電流の大きさは、はい、I1、はい、I2。いいですね。各相電圧に同位相になります。I1、I2、I3。 いいですね。そしてですね、ここで、はい、I1 イコール I2 イコール I の3で、絶対値は全て等しく、この値を I としましょう。いいですね。絶対値は全て同じになります。大きさは全て同じです。はい。さて、次はですね、電圧コイルに加わる電圧。これをちょっと調べてみましょう。この電圧を V としてみます。いいですね。はい、この V の値はどうなってるかというと、これこう見てください。これはここの電圧と同じじゃないかね。これと同じになってますよね。こういうふうになってます。いいですね。はい、ではこの V は、V はイコール、はい、E の1マイナス E の2となります。いいですね。こちらがプラスになってる。マイナスと考えます。こちらはプラス、マイナス。まあ、こちらにもこう書いておきましょう。こういうふうになってるから、これをこう見てください。V は E1 マイナス E2 がこの V になってます。いいですね。はい。そしてこれはこのように書き換えることができます。プラスマイナス E2 と書き換えることができます。すなわち、これをベクトルで書くと、マイナス E2 っていうのは、これがプラス E2 だから、マイナス E2 はこちらになります。
はい、これがマイナス E2 です。いいですね。こういうふうになります。そうすると V は、はい、ちょっと邪魔になりましたかね。それでは、これをちょっとこちらにずらして書いておきましょう。はい、こうやって、I1 は I2、I の3はこれは I と置いた。ちょっとこちらにこう書かさせていただきますね。はい、そうすると、V は、これが V になります。いいですか？これが V になります。そして V の絶対値を。はい、これを V としておきましょう。いいですね。こういうふうにしておきます。はい、ここはベクトルの原点ということで O って書いておきましょう。はい、それではですね、ここで、はい、電力系の、はい、この指示値、P' ってしておきましょう。P の W としておきましょう。ワットメーターでの電力 P の W はイコール、はい、電圧コイルに V がかかって、電流コイルに I がかかって、この間の位相差は、はい、これとこれで60度、その半分ですから30度になってます。すなわち、はい、ここは VI、 いいですね。電圧と電流の大きさ、それからコサイン30度となります。したがってこれはイコール、はい、ルート VI、 はい、これはかける2分のルート3となります。いいですか？このようになります。はい、そこで、4時間で 2kW ということですから、はい、電力量 W は W はイコール、はい、PW かけるの2時間、あ、4時間ですね。4時間。はい。イコール、VI かける、はい、2分のルート3かける4となります。そうすると、はい、これとこれ、こう、約分して、2とすると2ルート3 VI、 はい、コサインの、2ルート3 VI だけでいいわけですね。この2を前に出しました。このようになります。これがですね、2キロワットアワーであったっていうわけです。はい、問題により2000はいワットアワーであったというわけですね。こういうふうに言われてるわけです。はい、したがってルート3VI はイコール2000
割ることの2イコール1000ワットとなります。いいですか。はい、もう一度これを見てください。ルート3VI コサイン0、すなわち、ここの抵抗の電力、ここの電圧を線間電圧を V、 それから線電流を I とするとこの式で表されます。すなわちこれは R の三相電力ということになります。電力になります。はい、これを P とすれば、したがってこれを P としましょうね。はい、これを P としておきましょう。そうすると、はい、 P イコール、はい、ルート3 VI イコール、これは1000ワット、すなわち1000ワットっていうことは1キロワットのことです。1キロワット、となります。以上がですね、この問題の答えの出し方になります。ここで大切なところはどこか、それを言いますと、まず、E1、E2、E3 のこの電圧のベクトルを書くことですね。そして、そこのところの、これは相電圧ですから、それから線間電圧を求め、それから電力量計の電力は、ここの指示値はですね、電流の大きさと電圧の大きさをかけたものに、コサイン30度、すなわちコサインのシータで、この位相角をかけたものになる。ここのところが大切です。もう一度よく、これを見ながら解いてみていただきたいと思います。